本日もよろしくお願いします。これあげちゃいます。頑張りましょう。応援してます。東北楽天バッターボックス岡本、先ほどの打席で先制となるツーランホームランを放っています。ここぞの場面でのホームランは見事でしたよね。ええー、よっと取った、一塁へアウト、素晴らしい。バッターは3番近本。ここでまた中押しして流れを渡さないようにしたいですね。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。打ちました、ヒットになった。三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン。ジャイ、お願いします。打順は3番近本、今日はチェンジです。出してください。東北楽天号、打順は1番に帰ります。バッター前田。ジャイアンツこの回1点を入れています。さあ3点をリードし、なおもその点差を広げて、初球打って抜けていく、中継にボールが送られる、サードランナーがホームに。不足ですよ。バッターボックスは8番里崎、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ソンチャーホー、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。浅村掴んで一塁アウト。残念です。バッターボックス小深田、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね、打ちました、センターに抜けました、三塁へ送球する。ジャイアンツピンチになりました。ジャイアンツ打ちに打ちました、大量リード大量得点で勝ちました。楽天号、さあそしてバッターボックスには関根が入っています。さあ得点圏には先制のランナーを置いています。まあ先手を取って進めるためにも得点しておきたいですね。初球打ちファウルになります。2球目打ちました、取った、一塁送球アウト。ここは送球が間に合っています。してます。バッターボックスは9番万波、今日は3つのフォアボールを選んでいます。鈴木、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド落ちました、ショートの左抜けました、ランナー出塁しました。ワンアウトランナー1塁です。ラッキー。さあそして打席には岡本が入ります。さあ追加点の欲しい場面、まあ、この辺りの追加点はダメージが大きいですから、ぜひ点を取っていきたいですね。なるほど、そうですよね。ここはストライクゾーンのボールは打ってきますよ。なるほど、変化球打った、抜けた、セカンドランナー変えれば追加点、レフト前ヒット。さあチャンス、ジャイアンツ様でした。さすがです。現在の順位が出ていますよ。残りの試合も頑張り
ともキュートです。